こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日ご紹介するのはこの三脚、スリップの歴史的な三脚で、すごい印象強い三脚といいますかね。この雲台部分のコルクの方眼、これを見るとすごく印象深いなという製品なんですが、スリップのマスタープロ2という三脚です。この三脚はパイプの太さ 32mm という結構パイプが太いマスターよりも一段上という三脚でして、だからマスタープロ2なんですが、この三脚ですね、非常に長い期間、1972年から1990年、18年間スリップの、まあ、上位クラスといいますかね、写真館用とかそういった用途で使われた三脚で、多くの方に使われた三脚なんですが、この三脚ですね、まあ、長年作ってるということもありまして、マスタープロ2、この三脚自体はですね、健康時なの博物館に収められているものなんですが、実は前期型と後期型がありまして、これね、不思議な個体なんですよ。例えば雲台部分なんですけども、本来はここスリックっていう文字が入ってる真ん中に王冠マークが入ってるのが多いんですけども、これは後期型ですね。一番最後のスタイル、スリックだけになってるといったスタイルですし、あと雲台のこの上の面もコルクのスタイルが前期型後期型があります。あとハンドルですね、これは1983年以降のグランドマスターのハンドル、ゴム成形のハンドルが流用されているものなので後期型の特徴ということなんですけども、初期のマスタープロ2はこのハンドルが三角形の断面みたいな形をしていて、プラスチックの成形ということで、ちょっと触ると痛いみたいな感じのハンドルを使っていた時代もありました。その時はね、ハンドルのここの直径がちょっと細かったりしまして、このグランドマスターのスタイルのハンドルを入れると閉まらないというものでした。初期のものですと、確かね、グッドマンエースか何かのハンドルを流用すると閉まるといったことがあったりとかするんですけども、そういった前期型後期型の特徴があるということと、ただね、足の方は前期型に近いんですね。このマスタープロ2のロゴのシール、これは前期型の特徴、文字が目いっぱい大きくなっているというもので、後の方の形ではスリップマスタープロ2という文字になっているはずです。あとね、この足のロック部分のナットなんですけども、これゴム成形じゃなくて、ゴムが後からはめ込まれているスタイルだと思うんですね。後期型の方ではゴムが成形された、今のプロフェッショナル2とか、あとはザ・プロフェッショナルに近い形のゴムになってますから、これも初期型の前期型の特徴なんですけども、このね、足の先の石突きゴム、これが最終型になってます。本来は石突きゴムですね、マスタープロ2って1972年から1980年代の半ばまで、本当に最後の最後まで改良されなかったんですけども、石突きゴムがこれね、外側からかぶせる形状ではまってますけども、初期のものは内側にキノコ型と言ってましたけどね、入れ込む形状で、足を伸縮するとゴムがスポンと抜けるというクレームがあったというふうに聞いています。そのクレーム対策が施された最終型のゴムがついているといった個体が語られているんですね。マスタープロ2、この書体がパッケージに入っているマスタープロ2という文字に近いんですけども、そもそもこのマスタープロ2、マスタープロがあってマスタープロ2になるはずなんですけど、マスタープロという三脚はほとんど知られていません。というのも1972年から18年間マスタープロ2を売ってたわけなんですけども、その前のマスタープロというのはごく短い間しか売られてないといった製品なんですね。あ、そうそう、まずこの三脚ちょっと伸ばしてみましょうか。この三脚ですね、スリックの1970年代のスタイル、パイプに空転防止が入っていないスタイルなので、伸ばしてみます。シューッと音がしましたけどね、空気がね、これね、もう一回ね、あの空気今こう入っていく音がするんですね。すごい密閉度が高い、伸縮がちょっとやりづらいっていうこともあるんですけども、これね、溝入り丸パイプができる前の三脚って、上から順に確実に操作をする
上をしっかり締めてから下を緩めないと、パイプ同士がね、ここのパイプが緩んでると、ここが緩まないので永久に伸ばせないということになりますから、上をしっかり締めて下を緩めてこうして伸ばすといった形ですね。はい、あ、ようやく伸びました。マスタープロッツ、高さがね、全部伸ばすと 1m90cm ということで大きな三脚なんですけども、2になる前のマスタープロという幻の三脚なんですが、実はこれスリックが製造会社と販売会社が分かれていたということが原因となりまして、もともとスリックのマスターの上位機種っていうのはプロフェッショナルデザインですね、あとグランドプロフェッショナルという2つのフリーターンの雲台とかツーウェイの雲台がついた太いパイプの三脚というのが上位機種でありました。ただ写真館向けにはやっぱりスリーウェイ雲台、縦位置、横位置、上下、左右が分かれて動かせるものが欲しいということで、こういった雲台形式のが欲しいというのに対して、製造側のスリック三脚を株式会社が作らなかったから、スリック産業株式会社、販売会社がですね、独自に他のメーカーの三脚を OEM で引っ張ってきて売ったというのがマスタープロの1型なんです。そのマスタープロの1型が結局製品のクオリティがあんまり良くなかったということで、製造元のスリック三脚株式会社がもう三脚メーカーの威信をかけて短期間で作り上げたというのがこのスリックのマスタープロ2という三脚ですね。で、当時の企画担当者に聞くと、足の方はよくできてるけど、雲台周りは全然満足いってないと言ってたわけです。その満足いっていないまま18年間作り続けたというものですね。この雲台、特徴としては雲台部分だけで1キロ、すごく軽いというのは特徴なんですけども、独特なのがこの縦位置、横位置、上下の方向はいわゆる割り締め式、この割れたところで締まるんですけども、水平方向がこの水道の蛇口みたいなと言ってますけども、このブレーキみたいなので止めるという形ですね。これをしっかり固定して反時計回りに回すと雲台が外れるというものなんですけども、あ、この個体は外れますね。これね、なかなかこれが経年劣化で締まらなくって、雲台が緩まないというものがあります。まあ、そういった時はもうこの真ん中を一生懸命締めるしかないんですね。外し方このように外れます。マスタープロ2の三脚でやってはいけないことは、このエレベーターを抜くことで、ここにキーという金属の真鍮色みたいな部品が入ってるんですけども、よく見えないかもしれませんね。このエレベーターの後ろのこの溝のところに当たるようになってる部品が、もう貼り付けてるだけと言いますかね。穴に突っ込んで、こう、あるだけなんで、指を離すとポロッと落ちちゃうといった感じなんですけど、これが落ちると修復不能になります。もちろん昔の三脚なんで部品なんてないので、ここだけは、エレベーターだけは絶対外さないことというのは注意していただければと思います。この雲台の外観デザインの特徴から、もうこの雲台を中心に語られることが多いマスタープロ2なんですが、実は足もですね、これ雲台外すとすごく軽い、3キロしか足の部分ないんですけども、なぜ軽くできているかというと、足のパイプは普通のアルミなんですが、この本体部分、この足を3本合わせているこのパーツですね。これが鉄のプレス品でできているということで、鉄の板をプレス、ガシャンと成形しているというもので、これ肉がすごい薄くて軽いといった特徴をしています。こういった作り方はスリックの初期のマスターですとか、あとはシステム三脚と言われるもので使われていた構造なんですけども、スリックの1950年代から70年代の特徴を生かして作った軽量三脚、そしてプロ用三脚ということで、このスリックマスタープロ2ですね。まあ今現役として使うにはいろいろもうパイプの部分が今のものと違いますから、交換部品もないということもありますけども、まあスリックの歴史の製品としては非常にユニークな製品かと思います。